こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。あ、こんにちは皆さん。今ツナマヨおにぎりじゃない、ツナマヨのり巻き、のり巻き食べていました。こんにちは。いつもとは違う場所で配信させていただいてるんですけれど、ちょっと電波悪くないですかね。大丈夫かな。こんにちは。先ぶりの方もありがとうございます。いっぱい、こんにちは。通しリハ終わった。通しリハはこれからなんです。夜にかけて、この後なんですよ。だからちょっと衣装替えしました。あの、これから通しリハレッスンなので、T シャツに着替えました。しましまのボナーブーマティブーこんにちはです。来てくださってありがとうございます。レッスン着ですね。レッスン、なんか自分はレッスン着っていうくくりというか、なんか T シャツをレッスン着に使ってるんですけれども、よいしょ。あと、なんかいつも違う場所から配信してるんですけれど、あの、使ってるスマホスタンドもいつもと違うの使ったら、ちょっと傾いてて、こっちにほんのちょっと傾いてて、 A 型の私はそれがすごく気になっています。こんにちはです。家もお、忍者飯買った。お、ありがとうございます。嬉しい。でも、そう、今日はこの1時間、今日は4時半までやらせていただくんですけれど、あの、グミが私大好きなので、グミを食べて、あの、食べて楽しむっていう配信をしようかなって思います。この1時間は、あと、これグミニケーションですね。グミニケーション、皆さんとグミニケーションをしたくて、いっぱいグミ買ってきました。グミ配信します。で、あと、これ明日の配信の時間書いたんですけど、貼るやつマスキングテープ忘れちゃったから貼れない。こうやってやるしかない。こんにちは、ありがとうございます。ちょっとグミニケーションする前に、この残りのツナマヨを食べてもいいですか。うん、ちょっと、よし。すいません、入れすぎちゃった。美味しかった。すいません、お待たせです。ではグミニケーションをしていきたいと思います。グミニケーション、グミニケーションってグミのコミュニケーションなんですかね。なんかちょっと意味がまだ把握しきれてないんですけれど、日本グミ協会さんからグミニケーションしましょうって言っていただけたので、グミニケーションを今日は
見てくださる皆さんとするべきグミをいっぱい買ってきました。あとそうだ、 SMS 認証、これさっきも何度も言っているんですけれど、もう一回、SMS 認証をなんかその皆さんがしてくださらないと、せっかく応援してくださってもそれが無駄になってしまうみたいなので、あのホーム画面じゃないや、このショールームのホームみたいなところから左上の3本線を押してアカウントの設定みたいなところに飛ぶと SMS 認証ができてるかどうかが分かるみたいなので、電話番号をこう入れて認証するやつみたいです。電話番号を入れた記憶がないなっていう方はぜひ確認していただけたらありがたいです。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。じゃあグミいっぱい買ってきたから一回見せてもいいですか。いっぱいある。まずこれはもう食べかけなんですけど、これはグミサプリ、ユーハミ格闘さんのがコラーゲンをグミで取ろうみたいなやつらしいです。あ、タケポンさんありがとうございます。クマさんありがとう。でなんかこれ1日に2粒らしいんですけど、なんか美味しくていつも5粒くらい食べちゃいます。絶対ダメだけどはい、で次これハイチュウ、グミじゃないんですけどグミコーナーにあるから、ハイチュウって美味しいじゃないですか。だからあの美味しそうだなと思って買いました。なんか粒がちっちゃくて食べやすそうな感じお仕事中にこっそり見てます、ありがとうございます。こっそりソフトキャンディーですね。これはいろんな味が入ってます。4つの味。はい、では次はずんだシェイク味グミ。これ初めて見て、皆さんこれ食べたことある方いらっしゃいますか。ちょっとなんだろう、興味本位でこう美味しいのかどうなんだろうと思って興味本位で買ってみました。え、それ結構ずんだだよ。え、そうなんですか。すごい、食べたことある。お、やっぱない方多いですよね。私も今日初めて見かけて、お、クマタワー2つ目、ん、あ、プラザさんだ。プラザさんありがとうございます。いっちょずんだシェイク味ちょっと興味があったので、こう皆さんの前で一緒に食べようと思って買ってきました。もう一個がこれ、この前これはカイリーが食べてて、あの美味しそうだったから自分も買ってみました。はい、なんかシャリ、なんか結構新しめのグミらしいです。であとはこれもうずっと昨日かなくらいからずっと言ってるんですけど、コロロのメロンのやつ、もう本当にこれ昨日か一昨日だっけ、あれ昨日か、昨日初めて食べて美味しすぎてまた買っちゃった。もうこれ多分何袋目だろう、5袋目くらいメロン美味しいです。全部食べれるの？全部はちょっと今日は無理なんですけど、今日は全部のやつをこう1個ずつ食べて、あの美味しいねってみんなと共有したいっていう回です。アタックさんありがとうございます。共有する回なので、これは時間をかけてゆっくり消費していこうかなって思います。はい、でもう一個がこれコロロのシャインマスカット味、美味しそうじゃないですか。コロロってなんかプチッと食感が美味しいから、ブドウってすごい相性がいいと思うんですよ。あ、プロミスドスターさんありがとうございます。だから、え、見たことないですか、シャインマスカットは。あ、シホッピさん、あ、タワーありがとうございます。しほぴちゃん、これはい食べます。あとはこれ神セブングミっていうのを見つけまして、
なんかこれはなんか神セブンってちょっとなんだろう、親近感というか、こう AKB48 としてなんかちょっと興味を持ちました。 AKB 組やあ、プラザさんありがとうございます。そうなんです、 AKB ですよねこれ。なので買ってみました。何が神セブンなんだろうって思ったら、フルーツの味、なんかフルーツの味らしくて、このフルーツミックス味らしくて、そのなんか神セブンのフルーツがミックスされた味なのかなっていう想像です。でもセブン7個も集めちゃったらなんか一個一個の味わかんなくなりそうフルーツ総選挙、あ、なるほど、ここにフルーツ総選挙2024全国ご当地組総選挙って書いてあるんですけど、なんか総選挙で勝ったその神セブン、すごい AKB48 みたいなんか総選挙でちゃんと勝った神セブンがグミになったっぽいですAKB ですねはい、ではあ、もうないですね、もうない、これはあります、タケルチーズはコンビニにある、それ買ってみたい、ありました、これはこれそれこそセブンイレブンだったかな、で買いました、セブンだけにだからぜひぜひ共有しましょう、一緒にやっぱり7種類ミックスした味なんだこれ。え、どれから食べようかな、とりあえずまずやっぱ食べたことがあるこのコラーゲングミ、コラーゲングミでいきます。めっちゃ茶髪に見える、なんか確かに見えますね、なんか照明がオレンジです、ここいつもは白っぽい照明、なんか誰もいないのに語って言ったよ、大丈夫です、あーそれはいるねとか言うのやめてもらってもいいですかね、後ろ壁だもん、すぐそこ壁だもん、いないもん、あ、ごめんそれ俺、あ、だよね、そうだよね、滝沢さんだよね、私じゃない、誰でもない、よし、じゃあ気を取り直してね、後ろにいるって言わないで気を取り直して、これいい匂い、なんかこれ何味だ、グレープフルーツ味、いい匂いがします、硬いです、とっても、後ろにグミがいるそれは嬉しいかも、うん、硬い、よく噛んでお召し上がりくださいって書いてあります、なんか形的にはあの水グミっていうのがあって、水グミの形にすごい似てたんですけど、水グミは結構柔らかいのに対してこれは結構硬いです、顎の力が必要はい、グミが好きなんですね、そうです、グミが一番大好きです、こんにちは、どこに売ってる、これはうーん、コンビニに売ってることもあるんですけど、なんかサプリだから
薬局とかの方がもしかしたら売ってるかもしれないです。あ、テロップ書かなきゃ。ビスさんイベント中です、ありがとうございます。桃よし薬局のが売ってるかもしれないですね。そのドラッグストアとかに売ってるかもしれないです。いともちゃんディズニーシーは行ったことはありますよ。タワーブテラー大好きはい、では次コロロが2つあるからコロロ食べてみます。食べてみましたが、どっちも食べたことあるんですけど、あのこの美味しさをやっぱり共有 したいので皆さんに。なんか結構昨日紹介しこっち紹介してこう食べたよって言ってくださる方もいっぱいいて嬉しいです。しゅんちさん仕事に戻ります。あー頑張ってください、ありがとう来てくれて。よし、はい、メロン味気になる、気になりますよね。これコロロ美味しいんですよ。これはコロロはあの果汁の匂いがすごい、もう食べる前からもうメロンの匂いが素晴らしいです。初心者にはどのグミがおすすめなの？なんかその食べる方の好みにもよるんですけど、多分硬いグミだったらちょっとわ買ったってなっちゃうかもしれないから、柔らかめのグミがおすすめ。果汁グミとかフィットチーネグミとかで、コロロはなんかグミっていうよりなんかもうもはや、おこうくんありがとうございます、もはやなんかもうブドウって感じだから、なんかグミの中では結構ハイレベルかもしれないです。じゃあいただきます。うんーヤミーうんうん、このこれなんどうやって作ってるのか全然わかんないんですけど、この皮みたいなオブラートに包まれたような感じの食感、こうプチッと食感がありますコロロは。なのでこれが好きですね。解体系系と柔らかい系どっちが好き？グミは硬い方が好きです、噛み応えある方が。ヤミー。ではこっちシャインマスカットの方もいただきます。ヤミー。うん、なんかシャインマスカット最近食べてなかったから、メロンがコロロの中で一番美味しいかもって思ってたんですけど、お、あやりパパさんありがとうございます。メロンが一番美味しいかもって思ってたんですけれども、やっぱり美味しいですねシャインマスカットは。シャインマスカットはやっぱブドウなだけあって、皮ごと食べれるブドウじゃないですかこれって。だからもうグミにしてももう似てる、似てて、でもなんか果汁がジュワってよりかはなんか風味と匂いとその味がすごいふわって広がります、美味しい。でも私コロロの欠点がありましてコロロの欠点はこんだけ美味しいからあのたくさん食べちゃうのにすぐに食べ終わってしまうところ美味しいからあの結構内容量は他のグミに比べると少なめかなって思ってて、だからあのもう一瞬で食べ終わっちゃうんですよ、もう10分くらいでだから一袋で何キロカロリーの、え、何キロだろう、一袋131キロカロリー、こっちがで、こっちが109キロカロリー、メロンのがちょっとだけ低かったはい、という感じですねでもこの少なさがちょうどいいのかもしれないです。
どんどん食べたくなっちゃうのかも。果汁入ってるの？果汁は分かんないです。入ってるのかな？あ、でも果汁塩って書いてあります。こっちはピューレ塩、こっちは果汁塩って書いてあります。薬局で買いましたか？これはコンビニで買いました。基本私がグミ探すのってコンビニか、あと海外のグミだったらあのカルディとかカルディさんとかで探します。クラボーさんありがとうございます。はい、おいしい。ぜひコロロ、お、エイさんありがとうございます。シャインマスカット食べてる感ありますか？もうあります。これシャインマスカットが食べたいときに代わりにこれ食べても満足できるくらい。グミのティアリスト SS ランクですか？SS ランクになりたいです。あ、佐藤直人さんありがとうございます。はい、お、昨日タフグミ買ったよ。タフグミも今日買うか迷ったんですよ。あ、まことのすけさんありがとうございます。買うの迷ったんですけど、タフグミってすごい硬いんですね。だからなんか食べてたら顎疲れちゃうかなって思って一旦控えました。また今度食べます。では次に行きます。一旦イエモンを挟みます。お口をリセット。何にしようかな。どうしよう。一旦グミじゃなくてこれを挟みたいと思います。ハイチュウ。これ何気にこう結構ずっと売ってる、よく見かけるんですけど買ったことなくて初めて食べます。味が4種類あるみたいなので1個ずつ食べています。4つ味あります。ペタグーは好きですか？ペタグー大好きです。ペタグー硬いですよね。そういうグミが大好きなんです私。ではまずはこれは、え、ちっちゃい、え、すごいちっちゃい、黒目と同じくらい。ぶどう味食べます。おいしい。ぶどうスカッシュなのでなんかちょっと炭酸感があります。なんかただのぶどうじゃなくてなんか炭酸感。お、食レポお願いします。任せてください。あ、クロロルシルフルさんありがとうございます。で、なんかなんかさっき食べたこれ、こっちが結構かなり硬かったからハイチュウも固めなのかなと思いきやそこまでじゃないです。なんか柔らかいチューイングキャンディって感じです。次はソーダ味を食べます。もうこれはソーダが食べたい方にど真ん中の味、もうザ・ソーダって感じの味がします。なんか粒の周りが多分糖衣でちょっとコーティングされててちょっとパリやわみたいな感じです。ソーダ飲みたい時にソーダがちょうどあるとは限らないもんね。そうですよね。ソーダ飲みたい時にソーダがなかったらこれを食べればいいんですよ。はい、では次は
メロンソーダ。結構中身もじゃーん、いっぱい、ちっちゃいからいっぱい入ってて、これだったら多分1日持っててもなくならなそうな感じしますね。なんか私はとかはもう本当に一瞬で食べ終わっちゃうから、これだったらなんか、なんだろう、結構作業しながらとか、なんか例えばパソコンしながらとか、こうどんどんお菓子に手伸びちゃうじゃないですか。これだったらなくならないかも。ではこれを食べます。メロンソーダ味。うん、ちゃんとメロンの味がします。うん、すごい、さっきと同じ味がするメロンがふわって香って、でもやっぱりメロンソーダなので、この炭酸のちょっとスカッシュ感が最後に残ります。夜ご飯前にそんな食べてたらママに怒られるで夜ご飯今日多分食べれないんですよ、リハがずっとあるので。だからちょっとつまみ食いっていうか、隙間時間にも食べれるかなと思って。グミは、あと何味だっけ、コーラだ、コーラ。ちょっと一回イエモンタイム。帰りが来たら、帰りにたくさんグミお裾分けします。グミ同盟組んでるんです、帰りちゃんと。ではコーラ、コーラはこれですね。じゃらーん、いただきます。うん、なんかコーラは他のグミは、グミじゃない、これの他の味は最初に果汁の、果汁とかその本来の味がして、最後口からなくなる直前くらいにスカッシュのちょっとソーダ感が来てたんですけど、これはまずこの炭酸のシワシワ感がきます。でもうコーラです。これもコーラが飲みたくなった時もこれを飲めば。お、バディさんありがとうございます。コーラを飲みたくなった時にもこれを飲め、食べればもう飲んだことになりますっていう感じですね。カイリちゃんとグミ愛どっちが強いかな。どっちだろう。でも最近カイリはグミも好きなんですけど、タピオカに浮気をしていて、カイリちゃんタピオカをよく飲んでいます。なので私の方が一途さは強いかもしれないですでもタピオカ美味しいですよね。私も好き。牛タングミとかあったら面白そう。面白そう、面白そうだけどどんな味になるんだろうでも確かにグミってお菓子だから、なんか甘い、全部甘いじゃないですか。グミをが甘くないといけないっていう概念を覆したら、すごく新しいものが生まれそうな気がします。牛タン味って甘くないじゃないですか。だから北海道にはジンギスカンキャラメルがあるらしい。ちょっと興味深いですねどんな味なんだろう、ジンギスカンキャラメル。でもキャラメルだから甘いですよね。なんか不思議になりそう。餃子味とか、餃子味、微妙ですねそれは。
でも餃子が食べたい時にこれを食べれば OK な餃子味ができたらいいかも。すき焼き味のグミ希望。すき焼き味、やっぱりすき焼きはそのまま食べたいかも。牛タンもですけど。全部グミ全て代用酢なんで。やっぱりグミはフルーツと掛け合わさってるのが一番美味しいと思うんです。私がの好みもありますけど。お、バディさんありがとうございます。あ、アメリカにタイヤ味のグミあったよね。あ、ありますよね。ハリボーの種類の一つだったっけ。なんか世界一まずいグミだったっけな。なんかあってタイヤ味のグミがあるんですよ。なんか真っ黒のこう渦巻き状のグミ でもタイヤ味、タイヤなんて食べたことないんですけど。どんな味なんだろう。でまず噛み切れるのかな、タイヤ味。肉の味のグミはもうカルパス。確かにカル、じゃあ美味しいかも。え、食べたことある方いるんですか。あ、ワイプさんありがとうございます。ハリポタの百味ビーンズみたい。確かに百味ビーンズもすごいいろんな味がありますよね。私も百味ビーンズ自体は食べたことあるんですけれど、ちょっとそのいろんな味があるじゃないですか。勇気が出なくてすごい安全なやつしか食べなかったです。ちょっと怖かった。でもお友達と一緒に食べたんですけど、お友達は食べてました。ヤギヤギさんありがとうございます。ペタグミのソーダ、ペタグミのソーダ味探してるのにない。え、そうなんですか。確かに見てないかも。私もソーダ味すごい今人気ですよね。私も食べたことないから食べてみたい。ペタググミ大好きなので。はい、ではそろそろ次のグミいきますね。ちゃんとこうやって一個一個リセットしないと口の中が混じっちゃうので、しっかりとね食レポをするために。よいしょ。よし、ではどれにしよう。今残ってるのがこの3つなんですよ。ちょっとこれとこれクセ強じゃないですか。だから最初ちょっと真ん中にこのシャリインを挟めるようにこの順でいこうかな。ずんだシェイクからいって最後紙セブンで締めようかな。え、ずんだ最後のがいいですか。でも最後やっぱこれがいいからこれにします。ずんだ食べます。ずんだシェイク味。え、どんな味なんだろう。ずんだシェイク飲んだことないんですよ私。実はこう仙台にツアーでも行かせていただいたんですけど、なかなか買う時間がなくて。うわ、え、すごい枝豆の味する。味じゃない、間違えた、匂い。あ、ミラーボールだ。の佐藤の音さんありがとうございます。え、あ、でもいい匂い、大豆好きだからいい匂いします。でもなんか思ったより匂いしてびっくりした。あとなんか周りに白い粉がかかってます。じゃあ
ただきます。ん、めちゃめちゃずんだの味がする。そりゃそうですけど、なんかすっごいずんだの味、そのまま。え、どうなんだろう、なんか多分好みによるんですけど、ずんだが大好きな方は絶対好きです。あ、19期さんありがとうございます。もうずんだずんだって感じです。で、食感はすごい柔らかい丸い感じで、もうふにゃふにゃって感じ。うん、ずん、これはですね、ずんだがすっごい好きな方向けです。あ、ずんだ餅とは違いますか。あ、それかも、ずんだ餅です。ずんだ餅かも。なんか食感的にももちもちだし、もう味はもうまさにずんだだし、だからもうなんかずんだ餅、お土産のずんだ餅って感じ。ずんだ餅が食べたくなったらこれ食べれば OK。 でもずんだシェイク味だから、なんかやっぱ甘みは結構多めです。シェイクっぽい感じで甘いずんだ餅って感じです。もうこれはこれで、なんかなんだろう、たまに食べたくなる美味しさでした。ぜひちょっと興味ある方は買ってみてください。なんかそう、なんかあんまりよく見るグミではないですけど、これはニューデイズだったかなって買いました。ちょっと口をリセットしないと。ちょっとやっぱ自分のグミの好みがあれなんですよ、果汁系フルーツのグミがすごい大好きだから、やっぱり私がこう紹介してしまうと、そのコロロとか、やっぱりどうしてもコロロとかブドウ系のグミとかをおすすめします。いつも、お、いともちゃん明日行く、お、やった、楽しみにしてます、待ってます。ずんだの後に緑茶いいですよね。はい、ではでは、これだ。あ、そう、ピュレグミすごい私大好きです。このシャリーイングミを食べます。これも結構新しめのグミっぽいです、カバヤさんの。よし、これは爽やかレモン味で、このグミの面白いところはグミの中になんかシャリシャリの粒が入ってるみたいで、なんか食感がこうザクザク食感らしいです。あ、困ったわ、おちょおちょ、あ、ひろきさん、あ、いつもありがとうございます、嬉しい、くまさんかわいい、中がシャリだからシャリーン、確かにそういうことか。では、え、すごい、なんか、え、形と見た目、多分画面じゃ伝わらないんですけど、なんかなんだろう、他のグミってこうもちもちしてたり、あと周りに粉がついてたりとか、ちょっとこうツヤツヤしてる系か、周りに粉がついてる系か、どっちかなんですけど、なんかこれはなんかシリコンみたい見た目がすごいマットな見た目です。では食べます。お、シャリシャリしてる、うん、酸っぱい、うん、酸っ
酸っぱく、あ、バディさんありがとうございます。酸っぱくないです全然。でもレモンです。あ、石井さん頑張ってください、ありがとうございます。え、音聞こえてるんですかこれ。キャー、恥ずかしい、聞こえてないと思ってた今まで、恥ずかしい。え、大丈夫かな、なんかすいません、なんかその咀嚼音苦手な方いらっしゃったら本当に申し訳ないです。 ASMR みたいになっちゃった。これはとすごく中がシャリシャリして、なんかあのちょっとなんかなんだろう、ひんやりした感じがちょっとしました。気のせいかもしれないんですけど、なんかちょっと涼しげな感じなんかグミの涼しげっていうのちょっと難しいんですけど、なんか涼しげでした。ちょっとひんやりを感じましたね。でシャリシャリだからグミってすごいもちもちしてたりするんですけど、すごい新食感です。これはちょっとなんか今まで食べたことないような感じのグミです。しかもレモンだから爽やかだから、そのこってりしたものの後とかに食べたら、あ、奈良おじさん虹ありがとうございます。こってりしたものの後とかに食べたらすごいスッキリするかも。なんかあのミンティアムの代わりみたいな感じになりそう。すごいシャリシャリしてて美味しい。これはいいですね。なんか爽やか系だったら結構食べたい方いっぱいいらっしゃるかなって思うんですけど、とっても美味しいです。はい、ラーメン食べた後に良さそう。確かにそういう感じ、なんかちょっとすっきりしますし、レオタさんありがとうございます。ちょっとすっきりしますし、なんかシャリシャリがちょっと、これは何なんだろう、なんか面白いですね。しかもなんかパッケージかわいい、パッケージかわいいから買いやすい、持っててもちょっと嬉しい感じです。お、カーズさん初見です、ありがとうございます、嬉しいです。ちょっとイエモンを食べます。パケ買い、グミって結構パケ買いしがちじゃないですか。私は結構パケ買いしがちなんですけど、なんかパッケージが可愛かったりとか、なんか持っててテンション上がるのとか結構いいですね、買っちゃいます。じゃあイエモンのパケ買い、イエモンはパケ買いじゃなくて、なんかあの自動販売機で買ったんですけど、これあの自動販売機でお水買おうとしたら全部売り切れてて、なんかそのあとはなんかエナジードリンクみたいなのしか残ってなくて、あのいい感じに飲めそうなものがこのイエモンしかなかったんです。だからイエモンにしました。みんな喉乾いちゃいますよね。水売り切れてました。ではこちらの、お、こっち神セブングミ、 AKB の神セブングミ、全然 AKB と関係ないと思うんですけど、これを買い食べます。これは何なんだ、農協食品さんが作っていらっしゃるやつですね。なんかすごい、日本エールとあなたの街に住みますプロジェクト、なんかすごい珍しいですねこんなグミは。あ、これはなんか味が1種類なんですよ。7種類のフルーツが混ざったフルーツミックス味らしいです。だから、お、みちゃんありがとうございます。7個の種類が入ってるんじゃなくて、7個の味、フルーツがフルーツミックス味になってギュッて1個の粒に
入ってるらしいです。だから7個の味がするってこと、1粒食べたらすごい、ちょっと癖強ですね。でも美味しいものが集まってるってことは美味しいってことですよね。あ、ゼロさんありがとうございます。ちなみに中に入ってるのは富山県産のジャンボスイカと、あ、このこれが1位なんだ、1位なのが山梨県産のブラックキング。え、ブラックキングって何ですか、分かんない、なんだろう。で第3位の長野県産のシャインマスカット、おー、これは美味しいですね。で次、北海道産の夕張メロン、うわー美味しそう。何なんだろう、ブドウかな、ブラックキング。夕張メロンは絶対美味しい。で次、群馬県産弥生姫いちご、おー美味しそう。あまおう、あまおうは福岡か。あとは福島県産あかつき桃、桃桃美味しそうです。福島の桃は絶対美味しい。で次、愛知県産のみかん、おーみかんいいですね。柑橘系1個しかないね。でもなんか全部美味しそうだけど、なんかそれが混ざってるフルーツミックス味だから、果たしてどんな味になってるんだろう。あ、待って今みかんのパーセント多かったはずっていうコメント今見かけたんですけど、その通りでした。なんか入ってるそのこのフルーツのパーセンテージが書いてあるんですけど、みかんが 50.8% 入ってるほぼみかん、半分みかんで、あとが 8% ずつとかそのくらいですね。じゃあみかんの味なのかな均等に混ぜると味のバランス取りにくいのかな。確かにそうなのかもしれない。やっぱ均等に7個この美味しいフルーツ全部混ぜちゃったら、ちょっとパンチすごすぎて食べた人気絶しちゃいそうだからいい感じのちょうどいい、センターがみかんでもセンターは1位のこのブラックキングさんです。ぶどうなのかな、分かんない、ぶどうだ、ぶどうなんだ、センターはぶどうですではセンターがぶどうだけどみかん 50% のこの神セブングミ食べてみようと思います。え、あ、すごい、なんか結構大きめかも。ほら匂いはん、フルーツミックスの味がします。うん、匂いはフルーツミックス、なんか何かの果汁の味が強いっていうわけじゃ、味じゃない、匂いが強いってわけじゃなくって、もうそのまんまフルーツミックスの匂いがする。そう、粉ついてる、ちょっとじゃあ食べてみます。うん、モンスターさんありがとうございます。うん、美味しい、ジューシー、うーん、うん、みかんを感じます。やっぱり柑橘のなんかそのちょっと酸っぱさがちょっとあって、うん、おいしい。え、音が先に聞こえてる、え難しい。でもやっぱみかんはやっぱすごい感じました。え、映像と音ずれてる、はい、今ちょっとやってみたんですけどどうかな。
今一瞬止まったと思うんですけど、ずれた？あ、なった！おー、よかったよかったよかった。ちょっと腹話術みたいになってちょっと恥ずかしい。はい、でこのグミの食レポを、なんか、怖い、怖くなってきた、怖い。あ、ヤギヤギさんありがとうございます。いっぱい、みかんがすっごい多くて、やっぱりみかんが感じられました。ちょっと酸味とか。でもなんかフルーツミックスだから、なんかミックスジュースのすごい匂いがして、なんかでもスイカの味とかはしなかったです。なんでもなんかフルーツだなっていう感じ、ミックスジュース。なんかでもこの結構グミ自体は柔らかくて大きくて、まるでもちもちしてて、すごい、あのグミの初めて食べる方とかは食べやすいと思います。食べやすくて全然硬くないで、柔らかいから噛めば噛むほどこのジューシーな感じが口に広がりました。美味しかった。まさに AKB48 だね。確かにそうかも。なんか噛めば噛むほどその美味しさ、味がどんどん広がってくるところが AKB48 みたいでした。あ、モモスタさんありがとうございます。知れば知るほど個性がわかる AKB みたいな感じ。お、マイコルさんありがとうございます。もうスイカ、なんだろう、何の味がしたか、なんかここに載ってるやつを意識するとわかるんですけど、なんかちょっと感じるかなくらいなんですけど、なんかこう何も考えずに食べたらすっごいミックスジュースの味です。やっぱミックスフルーツだなという感じだけど、このみかん、愛知県産のみかんの味はとっても感じられました。美味しい、ジューシーです。私は果汁系のグミが好きなので、これはとっても好きです。ぜひ、あ、プロミスダスターさんありがとうございます。ぜひ食べてみてください。味濃い方がいい？うん、いいかもしれないです。あ、奈良内さんすごい、虹がいっぱい、ありがとうございます。味濃い方がいいかもしれないです。やっぱりでもなんだろう、ソーダ系の味濃いやつだと結構グワってきちゃうから、私はやっぱ果汁系がいいですね。コロロとか、ちょっと今日はここら辺が私は好きです。でもこれも結構なんか、あのこれ栄養取れるやつだから、あのいっぱい食べちゃダメなんですけど、これ本当に結構美味しいんですよ。だからね、食べちゃダメなのに。神セブン気になる、一番。やっぱそうですか、神セブン。やっぱ AKB48 ファンとしてはやっぱり気になるところですよね。これなかなかでも見つけられない。私はセブンイレブンで買いました。セブンイレブンにぜひ行ってみてください。あるかもしれない。お、モスタさんありがとうございます。アテトさんもありがとうございます。一番美味しかったのは、一番美味しかったのはどれだろう。なんか自分の好み的にコロロも捨てがたいんですけど、結構こう新しい感じだったので、やっぱこれかな。初めて食べたからこう面白かったなっていうのと、結構みかんが強いのが、なんか果汁がすごい感じられて美味しかったです。今日のセンター、今日のセンターはこれ、これということで、これがあの脇がこれ。あ、5分前ですよ。ありがとうございます、教えてくださって。皆さんはどんなグミが好きですか。よいしょ。
ラストに避けるチーズを避けるチーズはちょっともうちょっとしてから一人でこそこそ食べようと思います。コンソメ味お、ペタグーグミ、ペタグーグミ美味しいですよね。なんか結構一個一個が大きいから食べ方もなんかいろいろやりながら食べれるからありがとうございます。お、ソルベットにハマって、ソルベット美味しいですよね。わかります。お、インドネシアから見てくださってる方もありがとうございます。 Thank you。 はい、じゃあもうそろそろ終わってしまいます。私はこの後新メンバー挨拶回りのレッスンに行ってきます皆さんこんな私のオタ活みたいな感じにグミ活を一緒に楽しんでくださってありがとうございます。ぜひこれからもグミこれ食べたよって共有するので、ぜひ一緒に口の中を一緒にしましょうはい、ではランキングを読ませていただきたいと思います。今日はもう夜までレッスンだから配信できないから寂しいんですけど、皆さんこの後も頑張りましょうということで、13位から読ませていただきます。では13位、ライジングさん、ライジングさんありがとうございます。パチパチ。では第12位、佐藤直人さんありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。では第11位、ももすたさん、ももすたさんいつもありがとうございます。ポムポムプリンかわいい。では第10位、ワイプさん、ワイプさんもいつもありがとうございます。はい、では第9位、まことのすけさん、まことのすけさん、まことのすけさんもありがとうございます。はい、では第8位、バディさん、バディさんありがとうございます、ハート。はい、では第7位、マイコルさんありがとうございます。韓国のから見てくださってるんですかね、ありがとうございます。はい、では第6位、ヤギヤギさん、ヤギヤギさんありがとうございます。え、なんかクラゲかわいいはい、では第5位、奈良おじさん、あら奈良おじさんいつもありがとうございます、パチパチ。では第4位、たけぽんさん、お、たけぽんさんやっほー、ありがとうございます。はい、では第3位、しほぴさん、しほぴちゃんありがとう、いつもありがとうございます。はい、では第2位、ひろきさん、わーん、ひろきさん、ひろきさんも毎回ありがとうございます、嬉しい、やっぱりアバターかわいいですねでは第1位、ディレレレレレレンテン、プラザさん、プラザ48さんありがとうございます、プラザさんいつもありがとうございます。はい、ではパチパチパチ、いつも見てくださってありがとうございます。まだ2日目なのでまだこれから先も長いんですけど、皆さんと楽しくこのイベント期間乗り越えていけたらなって思います。明日、あ、そうだ、明日のやつ、これ明日はこれです。明日は握手会が一部からあるんですけど、握手会も楽しみにしてますので、これも5時半から配信します。じゃあありがとうございました。皆さんリハ頑張ってきます。お疲れ様でした。またね、バイバイ。